仕事なんですけど、家族も連れてきたので大分県別府温泉とかいろいろと宿とか紹介していきたいと思います。大分の旅楽しみます。はい、別府上陸です。はい、到着。静岡から大体何分ぐらい？何時間？6時間ぐらいかかったね。別府駅前。こんどう？気持ちいい？めっちゃ気持ちいい。早速温泉。さすがだね、別府。早速日本一の温泉湧いてます。経由なんて初めて。別府温泉の今日泊まる場所はここが神奈温泉。今日これが泊まる場所の山荘神奈園。この後ろには空、これでこの宿に決めました。同じ空スタジオと同じ空が山荘神奈湾です。ほら、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 ここか。到着です。わお、部屋に温泉。すごい。ベランダの外に神奈川温泉。すごい別府湾ですかね。湯煙がすごいね。あれ早くない？ちょっと君早すぎるんだから。ここ子供が寝ればいいね。でこっち大人の。なんじゃ、楽しいですか？楽しいです。乾杯。乾杯。あ、新顔やろ。うわ。うわ。ついでにこれ。まずはこれから迎え。わしもこれ。いちいちいいよ、そんなに。お、夜の神奈川園。夜の雲。これ綺麗だね。うん、綺麗だね、これは。ここなんか能の舞台がありますが、めっちゃ綺麗。あ、夜すごいね、素敵だね。お、来ました。別府地獄巡り来ましたね。これ何度？98度じゃないけど。これ98度もあるの？これが海地獄。すげえ。綺麗しかも。
これも海地獄。すごい赤い。あれ？まさか。あ、巡り終わった？終わったじゃねえ。巡り終わったじゃねえよ。お前たち何？二人でかき氷食べて。私、さ、YouTube 上がるの？そうしたい予定。今海地獄。よっ、どうだ。赤っぽい、赤っぽくないやつ。すげえ、でも赤。すげえ、さっき食べたかき氷のイチゴみたいな。かき氷イチゴ。これ伝わるか？パッケージ見せて、これ。大分限定。見せてよ。別府です。別府地獄カレー。これ反対だってだから。もう絶対これ別にピントもいいから大丈夫大丈夫。あー、これ辛いわ。多分。めだ。嘘でしょ。女？え、待って。え？めっちゃ辛い。ダメ？辛いわ。大丈夫？だってね、辛いのまだ残ってるからまだいけるカフィーナ入るやっぱり食べないぞ。なんで顔のこと辛い。やっぱりそうなったじゃん。地獄カレー、これ辛い、大分限定。これが地獄でした。最後、竜巻地獄。竜巻です。マイト君、ちょっと行きますか。竜巻、一定の時間を置いて噴出するんだって。ここからシューって自然に。え、約6分から10分だって。約6分から10分の間。温度105度。あ、お、出てきてるよ。あ、来た来た来た。すごい、いた。マイトどう？最初はただ中に人がいてさ、ポンプをぶちゃってやってるだけなのかさって思ったけど、それは自然な。僕も話に乗ってないから。いろんな地獄がありました。また宿に戻ります。なぐちゃん、今日はですね、静岡県の方から名倉さんというですね、方を講師に迎えて、観光コンテンツ磨き上げ研修会というのを開催したいと思っています。まずは小さく、とにかくすぐに始めてやってみるってことがすごく大事かなと思います。まあ、地方にお金をちゃんと残していく仕組みっていうのも作ってると。とにかく、新しいものは生まれては消えっていうような時代でですね、情報も早くてですね、すごい目まぐるしい進化が、今時代の変化があると思うんですけども、はい、最後になりますけども、記事の皆様と大分の皆様にお会いできたのを本当にありがたく思っております。はい、で今度はですね、富士山南アルプス粟ヶ岳でお待ちしておりますので、皆さんとまたお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。自分から自ら楽しむっていうこと、それは大事なんだなっていうこと、そしてまず自分の地元から、観光って他からじゃなくて、まず自分のこの町から、地域からやはり、発見して見つけていって、そして自分で楽しむっていうことがものすごく大切なんだなということを先生から教わったように思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。湯の花、温泉卵、明晩温泉でゲット。
はい、皆さんちょっとこれを取っていくことができて。熱い。熱い。熱い。はい、どうぞ。熱い。はい、どうぞ。熱い。熱い。早く割って割って割って。え、どうやって割るの？これでこうと乾燥してやって。これこうこう。あ、落ちる落ちる、それじゃ。すごい。おー、うまそう。今始めました。あ、落とすの落とすの落とすのって。え、そんな少ないって。はい、一番。はい。あ、パパ、ちょっと。こっから塩を取ります。やばい、マジで熱い。いただきます。マイトの見た。うん、うまい。ね、パパ、ちょっと。食べて。パクリ。あ、見て。中。綺麗に取れた。中が。綺麗に取れた。うん、黄身が黄身じゃない。え？でもさ、しっかり蒸されてるよね。はい。でも黄身が黄身じゃないで。地獄蒸しプリン、ガンス、岡本屋さん。プリン食べますか？あ、食べます。岡本屋。地獄蒸しプリン。こっちで食べる？外？はい。する。暑くはないと思うね。うん。暑いよ。めっちゃ甘い。下の方は甘い。甘い。うまい。うん。うまい。これは？でこ。プリンソフト。地獄蒸しプリンソフト。マイトの一口。うま。あんでもいいよ。パクでもいいよ。おお。うまそう。うん、なるほど。うま。いただきます。うん。どこにカメラ？美味しい。カメラどこ？カメラここ。美味しいわ。これ地獄の要素がないぐらい美味しい。うん。気に入った？うん。うまいものばっかりだね。うん。別府来てよかったね。麺玉の、うん、めっちゃ美味しいらしいです、うん、めっちゃうまい。マイト食べる？あ、ちょっと食べる。なんかもくもく。うまい。なくて。静岡戻ってきましたね。うん、よかったね。疲れた？疲れてもないね。何が楽しかった？大分。大分ね。別府。別府のさ、プールも楽しかったし。うん、あの焼き鳥食べれてよかった。焼き鳥美味しかった。うん、夢。食べ物美味しかったね。うん、アイスとか、プリンとか。うん、温泉もめっちゃ気持ちよかった。ゆで卵とかね。温泉気持ちよかった。大浴場はとにかく暑かった。大浴場暑かった、うん。またね、ちょっと夏休みの今回旅で九州行ったけど、また日本いろんなとこ行きたいね。うん。はい、じゃあ九州の旅、大分の旅は終わりでした。皆さん、さよなら。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。さよなら。